浦和伝統文化館高吉館浦和伝統文化館高吉館は埼玉県埼玉市浦和区と際にある施設である高吉館とも浦和北公園内にある浦和北公園内の日本庭園を望む和室や茶室があり茶道教室やサークル活動などに利用されている1916年7月埼玉市立中町公民館となっている場所に100畳の 和室を持つ浦和市公会堂が開館した。この公会堂の愛称を渋沢栄一が高吉館と命名した。市営結婚式場などとしても利用され、長い間浦和市民に親しまれていたが、1981年3月に公会堂は解体された。その後浦和北公園の敷地内に伝統文化の普及と伝承を図る伝統文化館として1999年9月に、 浦和伝統文化館高吉館が開館し、高吉館の名を引き継いだ。浦和市は2001年に、与野市、大宮市と合併し、埼玉市となった。財団法人埼玉市文化振興事業団が運営している。高吉館には、駒、六条館、水屋を持つ茶室と、八条館、六条館、水屋を持つ第一和室、十条館の第二和室、 テーブル席が並ぶ表広間があり、市民は予約をすれば低料金で施設を利用できる。市外利用者も市民の50%割増しの料金で利用可能となっている。JR 京浜東北線北浦和駅西口から徒歩約5分。浦和北公園に隣接する北浦和公園内にある埼玉県立近代美術館も近い。ありがとうございます。